マックが喜びそうな話題やね。話聞いてね。お、目的地っぽいね。ケイタが言ってた遺跡ってここじゃないか？結構耐久ギリギリやったよ。本当にあったんだ。ケイタくん、やりましたね。確か、オーパーツってお宝が眠ってるって話だったな。なら、二手に分かれて探そう。俺は奥の方を見てくるから、お前この辺を探してくれ。わかった。何か見つけたらすぐに呼ぶからな。あそこのピカピカがすげえ気になるんだけど。とりあえずこれ気になるよね。実の秘伝書を手に入れた。お、なんか目的地みたいなのちゃんと出とるやん。そしてマックはなんか、ささささっと移動していくけど。めっちゃ早いね。とりあえず何これ？ケータ、何か見つけたにゃん。古代遺跡のオーパーツ、手がかり、U字型のオーパーツを掴んだ。変な形、何かの飾りかな？は、これは、もしかして、馬の蹄につけるあれじゃないですか？幸運を呼ぶお守りとして人気のアイテムですよ。なんでそんなものがあるにゃん？オーパーツと関係ないにゃん。古代の人たちはきっと縁起物が好きだったのでウィス。そんなことあるかな？ていうか、マックすごいスピードで行くのはいいけどさ、普通に見落としてるよ。ね。さよなら天使ちゃんを手に入れた。いつも思うけど題名面白いよね。で、他のやつは？お、そこに。ほら、見落としすぎでしょ。ケイタくん、何か落ちてますよ。古代遺跡のオーパーツ。手がかり、カラフルなオーパーツを掴んだ。まかたまやん。キラキラした石だ。でも変な形だな。これはきっと古代のアクセサリーですね。カラフルな石をジャラジャラと身につけていたんでウィス。絶対に違うにゃ。何ですと？なんか昔マガタマって流行ったよね。え、私らの周りだけかな。可愛いバッジを手に入れた。ほんと可愛いわ。なんかみんな結構さ、お、なに、まだ何かありそう。もっと探索してみよう。あ、マジで？こっちの方に？え、こっちの方何があるの？あの矢印と関係ある？とりあえず見つけたと思うんだけどな。こっちの方か。あ、そこ。なるほど。何か落ちてる。古代遺跡のオーパーツ。手がかり、ネジ巻きのオーパーツを掴んだ。なんだろうこれ。丸い金属板？これは。ん？きっとこれはあれですよ。超古代文明によって作られたコースターですよ。え？昔の人はこれをコップの下に敷いて使っていたんでウィス。これが？間違いないでウィス。絶対違う。いろいろ見つかったね。素晴らしいでウィス。きっとここには昔超古代文明が。おーい、ケータ。マックの声だ。ちょっと来てみろよ。奥にすげえもんがあるぜ。なんだろう。行ってみるにゃん。でね、なんか昔犬屋舎が流行っとったけんさ、それでかはまあわからんけど、結構周りのみんなもマガタモとか持っとったんよね。で、なんか、いつやっけ？中学校の時か。中学校の時は中学校の時でさ、マガタマ、美術の時間に作ったりとかしよったけんさ、おー、なんかすげえな。うっ、すげえな、なんか、なにこれ。装置が。え、超古代に装置が？現代じゃないの、これ。何これ？これは？森の中にあるにしてはあまりに近代的でウィス。すげえよな。まさかこれ全部がオーパーツなのか？何者だ？お、さっきの？ほら、声が。ドリームをくれた妖怪だ。君たちは、なぜこんなところに？俺たち、イカダで川を下ってきたんです。森を襲われた時は助けてくれてありがとうございました。ドリームがなかったら危ないところだったぜ。けど、あんたは何者なんだ？妖怪ウォッチを持ち、ドリームを使いこなせる君たちになら、話してやっても構わない。ドリームを開発したこの私がな。ちょっと！そのお顔はもしかして。そう、ヨップル社元 CEO、スティーブ・ジョーズだ。スティーブ・ジョーズ、ニョロロン。
妖怪落ちの生みの親と言われた。でも確か追放されたんじゃ。ああ、わけや追放されたが、私はこの孤島で研究を続けていたのだ。その成果の一つが、君に渡した妖怪落ちドリームだ。じゃあもしかしてこのオーパーツって、ドリームの部品だったんですね。その通り、ドリーム開発地にできた試作パーツだ。まさかの展開でウィス。というわけで、恒例のあれ、言っときますか。あ、解決ってやつ恒例なんやね。そうか、わかった。ミステリー解決いいね、いいね。ミステリー、古代遺跡のオーパーツ、バッチリ解決。お見事。やったね。ルーレットボーナス。ルーレットスタート。苦い漢方来い。大当たり来い。お、これはいける。どうだ。おっしゃー、苦い漢方を手に入れた。役に立つということが分かったから。コメント欄で分かったから。なんだ、大パーツじゃなかったのか。でもなんでこんなところで研究をしてるんだ。実は探し物をしていてね。探し物？お宝か？それは、なになに？ところで君たちは、この町に落ちた隕石の噂を知っているかい？カクリーたちが調べよったやつよね。噂は知ってるけど、あれは隕石なんかじゃないぞ。そう、その通り。あれは隕石なんかじゃない。本物の UFO なんだ。私が探しているのはそいつだよ。あの UFO には様々な謎があってね。その謎を調べるために、ここで研究と調査をしているというわけだ。UFO の話って本当だったんだ。だから言ったじゃねえか。UFO はいるんだよ。とはいえ、謎も多く、まだ分かっていることも少ないが。マックが喜びそうな話題やね。話聞いてねー。まあいいか。子供というのは純粋だな。だが、彼らならばあるいは、めっちゃ盛り上がっとるやん。マルダ、次の Wi-Fi ルだけど。カクリ、僕の見解を聞きたいかい？別に。ツンツンだな。あれって、あ、UFO だ。お、マジで見つけるの？ウィスパー空飛べるんだから捕まえてくるにゃん。すげえ、めっちゃはっきり映っとるやん。お楽しみに。実に楽しみだね。第5章、はいはい、UFO の謎を終え。じゃあ次の捜査に向かいましょう。続く。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。